小倉9レース発走間近です。なお先ほどの函館9レースの3着争い、写真の方は3着が6番4着が15番と出ました。確定は後ほどお伝えをいたします。小倉9レースです。小倉競馬場第9レース国東特別3歳以上1勝クラス芝の 2000m 戦、出走馬10頭によって行われます。小倉は開幕週の日曜日を迎えています。ここから特別競争、やや暗い色の雲がこの時間上空覆うようになりまして、日差しは隠れています。直線コースは向かい風がやや強く吹いています。昨日と同じ風向き。先ほど一つ前のレースは 1200m 戦、一勝クラスの牝馬のメンバーが1分6秒8で駆け抜けて少し早いタイムになりました。10頭のゲートイン、最後10番ゲートにミスターホワイト誘導を受けて収まります。スタートしました。1コーナーを目指します。まずは内から2番のガイアフォース、1番デュアルレインボー、離れた外から9番帝王シリウス、馬体を寄せて先頭に立ちます。2番ガイアフォースは外に切り替えて2番手、並んで10番のミスターホワイト、その後7番アルファヒリー、さらには4番サクセスドレーク、1番デュアルレインボーは中段の一角になっています。8番ジョーコモド、3番ゼンノインボーク、やや離れて5番の外のマジェスタ、6番流星群と続いて各馬1コーナー回っていきます。2コーナーにかかるところで前は9番の帝王シリウス、リードを3馬身ほど取りました。2番ガイアフォースは2番手からの追走です。その後ろも3馬身開きまして、10番ミスターホワイトが単独の3番手、1馬身半後ろ4番サクセストレーク、インコース7番のアルファヒリー、中段から3番ゼンドインボーク、その後1馬身差1番デュアルレインボー、並んで8番のジョーコモドが続いています。スタートからの 1000m 地点、57秒後半から58秒ぐらいのラップで通過、やや開いていまして後ろ2頭、5番の里のマジェスタ、6番流星群です。3コーナーへと向かっていきます。前は9番の帝王シリウスがリード1馬身半ほどの逃げ、2番手追走2番ガイアフォース、さらに1馬身半から2馬身差、3番手10番ミスターホワイトで3コーナーカーブ600を切りました。1馬身差の4番手4番サクセストレークです。3、4コーナー中間、前の9番帝王シリウスに2番ガイアフォース並びかけていった。後続急接近、10番ミスターホワイト、さらに4番サクセストレーク、前は4頭固まって4コーナーカーブ直線コースに向かいました。先頭2番のガイアフォース振り切りにかかる、やや離れた下から襲いかかるのは4番サクセストレーク、2馬身3馬身後ろ10番ミスターホワイト、3番手3番ゼンドインボークが4番手から3番手を伺います。突き放しました2番ガイアフォース、2番手は4番サクセストレーク、3番手は3番ゼンドインボーク上がった、2番ガイアフォース圧勝降臨、2着は4番のサクセストレーク、3着は3番ゼンノインボーク、時計1分56秒8、トリオンフの記録を破ってコースレコード、1分56秒8の勝ち時計。2番のガイアフォース2番手追走から圧勝で2勝目をつかみ取りました。2着4番サクセストレーク、3着3番ゼンノインボーク、時計はレコード1分56秒8、上がりタイムゴールまでの 800m 47秒3、 600m は35秒6でした。去年夏の終わりの新馬戦はドーデュースの2着だったガイアフォース、その後半年休んで阪神の芝 2000m 戦で快勝未勝利勝ち、前走の1勝クラス特別戦は2着でしたが、ここは力の違いまざまざと見せつけてコースレコードで駆け抜けました。小倉9レース、1着2番ガイアフォース、松山光平騎手は今日3勝目です。2着4番サクセストレーク、3着3番ゼンノインボーク、4着10番のミスターホワイト、5着9番帝王シリウスと上がっています。小倉9レース国東特別、確定までお待ちください。人気に応えて2番のガイアフォース、今実況にもありましたけれども、新馬戦はドーデュースの2着、まあ、それも一旦先頭に立っていて、はい、着差がたったの首差という2着でもありますんでね、まあ、ここは負けられない一戦だったかもしれませんね、はい、まあ、レコードに関しましては、まあ、素晴らしいタイムであることは間違いありませんけれども、まあ、そこはペースであったり馬場であったりというところも、まあ、考慮すべきであろうとは思いますが、ただ勝ちっぷりは非常に見事なものでありました、はい。
ガイアフォース2着に4番のサクセスドレイク、3着に3番のゼンノインボーク、1番人気4番人気5番人気です。単勝2番 1.4 倍、枠連24 5.9 倍、馬連2番4番 5.3 倍、馬単2番4番 6.1 倍、三連複2番3番4番 12.1 倍、三連単2番4番3番 30.1 倍です。確定までお待ちください。お待たせいたしました。